ご来店ありがとうございました。またのお越しを。ええ、最初は戸惑うこともありましたが、これはこれで楽しいものなのですね。主殿、どうかなさいましたか？ええ、あまり気にしたことは。けれど、どうしてそのような？あ、そうでしたか。これはどちらかといえば性分なのですが、私にはどうもお化粧というものが豪華で贅沢なものに思えてしまうのです。いえ、そういう意味ではなく、申し訳ありません。少し言い方が悪かったようです。御剣として武家の人々と暮らす中で学びました。美しさとは見目ではなく生き様に宿るのだと。人はただその生き方で美しさを誇るべきだと。戦国の世だったのです。誰もが傷つき安寧を求めた時代でした。だからこそ強く正しく生きること、決して曲がらぬ心を持つことが美徳と思い定めました。そう生きることでこそ守れるものがあるはずだと。はい、己を律し他者を諭し恥じぬ生き方を選ぶ。身を飾るのは己がそう生きられたと確信した時と、そう心に決めているのです。そうでしょうか。そうあるようにと己を律してはきましたが。いえ、そんなことはありません。けれど、私の目から見れば主殿の方がよほどお強いと思います。ええ、私が今語った生き様を自然に体現しておられるように見えます。だからこそ多くの御剣があなた様に己神を預けるのでしょう。どうか今のご自身を大切になさってください。それはいずれ大切なものを救う力となります。ええ、きっと。そうですね。月並みですが、家族を、共に暮らす者たちを守りたいと、そう願っておりました。主殿と？まあ、ではお互い頑張らないといけませんね。ええ、私にできることでしたら